はい、失礼いたしました。b g m を今消しました。あ、こうしてる間にもね、こんなグダグダにしてる間にも、ギフトをたくさん送ってくださっている方たちがいたっしゃって、ありがとうございます、誠に。あの、またギフトは、ああ、ありがとうございます。ギフト、あと最後に全部読む形式で、良いでしょうかね、ギフトのお礼はね。また、はい。声の入力大きい。 声が大きいか声の入力がどドンチキはねちょっとまた気が散りますのでね声が低くなっているあ声がまた低くなっているそんなことはないはずなんですけどもはいあではえっとまずはまた声切れる声切れるえん、ー、だろう回線が悪いんですかねもしかしてね 声は最初からずっと問題がない。喋るときにノイズが入る。うん。ちょっとね、今度、上さんにまたちょっとあの声のテストとかしてもらった方がいいですね、これはね。ちょっとすいません、本当に。ノイズ入ってるっていう人と入ってないという人がいらっしゃったりとか。 いますブ、ね、ーってなってるこれ多分これなんかね今パソコンがねすごいあのブーンって言ってるんですよねなぜか大丈夫かなこいつはっていうぐらいなんかで多分それあの,このいつものアプリをねアプリっていうか OBS というやつをあのやってるからその音鳴っちゃってるのかなーって勝手にまあ納得してたんですけどお姉さん的にはいつも鳴ってないよ でもね、きっとね。え、爆発する全長怖いな。えー、なんかね、あの、前、動画の、あの、編集をね、してたら、してた時にね、あの、いろんな動画のソフトをね、試しにね、あの、いろいろと、 ダウンロードしたんですよ。そしたら、なんか、あのー、ウイルスをね、あのー、なんか間違えてね、ウイルスが入っちゃったみたいでね、まあ、その後、すぐ、あのー、ウイルス対策のソフトをね、入れて、まあ、撃退してもらったんですけどね、ちょっと怖いんですよね、買ったばかりなのに、パソコン。本当にね、あのー 機械音痴お姉さんすぎてあ、あとなんかコメントログが見れるっていうのをね、そんな情報ね、聞きましたので、ね、ちょっと今日はね、ちゃんとコメントログをね、今一瞬自分の声流しちゃったんですけど、あ,のあまりに低すぎて、ちょっと自分でもびっくりしましたね、なんか、本当、こんなに声低かったんだって、自分聞いてる声より低い。 一応あの画像あさりをしてたせいでウイルスをねあの入れちゃったわけじゃないんですよ。あのそういえばねあのそういうことがねあの昔若いもっと若い頃にありましてねちょっとあの初っぱなからこんな話するのもあれなんですけどもなんかちょっと思春期の頃思春期っていうか、まあ、あの若い頃になんかパソコン導入してそんなに経ってなかったっていうのもあって。 なんかあのー、ちょっとねどう、ちょっとあれな動画とかをね、あのー、初めて見ちゃったりとかね、したんですよ、その思春期というか、その若い時に。見てたと見ちゃった時があって、それで、なんか多分最初はね、あのー、なんか女子高生の絵を描こうとして、なんかあの女子高生でなんか画像検索かなんか。 ルーツソックスみたいな感じで検索してたんですよ。そしたら、なんかそういう動画が検索に引っかかっちゃうじゃないですか。で、なんかそういう動画っていうか、そういうサイトが引っかかったのかなで、なんかちょっと見ちゃったりとかしてたら、あのー、ウイルスがね、こう、実家のその、自分みんなが使っているパソコンに、家族みんなが使っているパソコンに、まあ、 入っちゃいましてそのサイトがねあの変なサイトだったみたいでね気づかずに踏んじゃったんですけどねでそしたらあのトップのホーム画面あの Google とか Yahoo! とかのホーム画面が毎回アダルトサイトにつながるような呪いがかかってしまいましてで何回な直してもなんか設定で Google とか Yahoo! とかに何回直しても。 必ずそれにでもうなんかでも家族で使ってるパソコンですからちょっと妹とか母とかも見るんですよ。で、まあ、母が、あのー、も,うもちろん見ちゃってで,で、まあ、まあ正直にねあのちょっといろいろ見ちゃったらこうなっちゃったんだよとか言って、まあ、言ったんですけどなんか母がすごいなんか爆笑しててその。 サイトを見てねなんかそのサイトに載ってたなんかトップに毎回載ってた画像があるんですけどその画像がなんかあのー、裸の女性を56人の男性でなんか担ぎ上げてるみこしみたいに担ぎ上げてるみたいな画像が必ず毎回トップにあって母がその画像を見て爆笑してて「な <laughs> なんか,なん,なん,かなんでこんなみこしみたいにファッション行ってこんな運んでんのこれ」みたいな感じで突っ込んでて。でそそのの画像っていうかその ホームページのことをなんか母がそれ以降ワッショイって呼ぶようになって、まだあのパソコンのホームページのトップ、ワッショイのまんまなの、早くワッシュから直してよとか言って言うようになっちゃって。で、結局ね、それ、どうや直治ったんだっけな、なんか、とりあえず妹に悪影響だということで、友達がトップ、そのホームページをあの一切表示しないような設定にね、してくださいまして、ね あのなんかこの画像このホームページは表示できませんみたいなふな,な設定にしてくれたんであのそのホームページに飛ぶことはなくなったんですけどただあのまあその設定はねずっとなんか変わんなくなっちゃってでパソコンにちょっと詳しいあの親戚のおじさんとかになんか母が聞いたらそれ。 あ変なサイト行ってウイルスもらってきちゃったんだねみたいな感じで言われてあちょっやっぱそれが原因だったのかって思ってっそれまで何か何があれが原因なのかな何なのかなって思ってたんですけど結局、まあ、それの話であのやっぱそれが原因だったっていうことがね確定してねちょっと家族には申し訳ないことをねしてしまったんですけどね <laughs> はいっていうなんか男子中学生みんな男子中学生って言ってくれてますけど本当にど男子中学生みたいなねあの提、ー、言がね黒歴史がねありましてね いろいろねあの黒歴史はねたくさんまだまだ持ってるんでね黒歴史の数なら誰にも負けない自信がありますんで、まあ、そのうちちょっとずつねこうやって披露していきたいと思いますね。はい、というわけであちょっとあの最初のねあの変な話から始まってしまったんですけども、あのーまあ、最初はちょっと自己紹介をねまた恒例の挨拶をねしていきたいと思いますね。画面の前のの前良い子のみんな こんにちは。おたこお姉さんだよ。今日もおたこお姉さんと一緒、ハッチマンでよー。みんな楽しんでいってねー。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、あ、今やっと。コメントログという。ものが見れたぞ。あった、あった、あった。あ、なるほど、コメントログ、やっと表示できたぞ。でも、どんどんなんかウィンドウを増やすと、あの、なんか。 すごい。あ、あとランキングとかも。あ、すごい、すごい。やっと、あ、あ、やっと今、いろいろなウィンドウを開くことができました。申し訳ありません。あ自分の顔を隠せばいいんだな。自分の顔を隠せば、ちょっと全部に表示できますね。はい、ありがとうございます。今日も、さんさん。あの ギフトをね、たくさん送ってくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもより可愛いかった。え、なんだろう嬉れしいな。なんでだろうあ、がってる。いつもより声が可愛かったのかな。はい。あ、でね、あのー、今日ね、あのニコニコ町会議でしてね、あの皆さん、もう行って来られた方もいらっしゃるのかなはい。 あのちょっとお姉さんは <coughs> 今日行けてないんですけども、あいつもかわいいよ、ありがとうございます。なんかみんな優しいな、ほんと。ちょっと <laughs>、あの、ちょっとね、あのー、生放送とかでね、チラチラはね、見させていただいたんですけどね、あの楓さんと林先輩がね、あのお姉さんが林先輩って言うのがおかしいのか、お姉さんより年下の方なんだから林さん、楓さんと林さん、ね、あの、バーチャルバーでのね、お悩み、お悩み相談 というかあのー、対話ができるっていうねあれ,開いてないあ,のあれもねすごいたくさんの人でねあのー、あんな人の前でねあの結構いつも通りお話できててすごいなやっぱり棋聖の先輩はって思いながらねこう見ていたんですけどもね明日はねあのミト様がね出られるっていうことでね こちらも楽しみですね、うん、あこんな、まあ、今もねあのー、実質何千人の方がね見てくださっているということでね、あのー、見てる方さっていらっしゃるみたいなんですけどもねあのなんかこうしてるとあんまりそんな気がしなくてねこう なんんかあんまり毎回緊張せずにね、配信できるんですけどね、皆さんもこう優しく対応してくださるのでね、なんですけど、まあ、本当に生でね、あんなたくさんのね、方々を前にしたら、ちょっと緊張してあんなうまく喋れないだろうなって思いながらね、見てましたね。で、今日はね、あのお姉さんはまあ、あのまあ、一応お休みだったので、こうして配信が。 でこの時間にね、できているんですけどもね。あのー、まあ、ちょっとね、溜まっていた家事をね、やったりとかね、あとは、今、あのー、とある動画のね、作業をね、してましてね。まあ、今、生配信、ショールームで生配信はできるんですけど、あのー、YouTube での生配信が今、皆さんは3ヶ月間禁止になっておりますので、ね、皆さんご存知の通りね。なので、ちょっと、 あの動画をね、投稿用の動画をね、作ったりとかね、しているんですけどもね、ちょっとその作業がね、機械音痴にはちょっと大変すぎてね、あの、くじけそうになりながらね、頑張って編集しているんですけどもね、まあ、あの、ちょっと動画の出来がね、あれでも、ちょっとみんな、あのー、我慢して、我慢っていうか、うん、あの、出来はね、ちょっと、まあ、あんま期待しないで見ていただけるとね、ありがたいんですけどもね。 あちょっと昨日ね、あのー、ちょっと間違えてね、あの、なんか、無音動画をね、ちょっと軽く上げちゃったんですけどもね。まあ、あのー、その後あの、すぐね、みんなが教えてくれたのでね、慌てて、編集、編集じゃない、編集か。まあ、動画上げ直したんですけどもね。はい。で、あと、あのー、 このショールームのアーカイブが,アーカイブが前回のがまだね、あのー、上げられてなくてですね、ちょっと申し訳ないんですけども、まあ、あのー、ちょっと、時間がね、どうやらかかるのかなかかる、YouTube はすぐもう一瞬で、もう秒でその直後にね、あの上げてくれるんでね、YouTube さんがね、すぐあげられるんですけども、まあ、あのー、ちょっとショールームは時間差があるので、ちょっと気長に待っていていただけると、必ず、 アップはさせていただきますので、よろしくお願いします。はい。で、えっ、ー、と、じゃあ今日もね、あのー、ちょっと、あのー、マシュマロ、全部じゃないんですけど、あのー、いくつかのマシュマロの返信をした後に、ちょっと、あのー、まあいろ、思い出話とかをね、ちょっとしようかなと。学生時代の、なんか友人のお話とかね、あとは、 あの婚活の思い,思い出話とかをね、ちょっとしていきたいなっていう風に思ってます。はい。えー、まず、えっ、ー、と、あそう。アンケートにあの皆さん答えてくださってありがとうございました。たくさんの方がね、答えてくださいましてね。で、あのー、まあ、結果的に、水曜日と、えー、金曜日。 が多かった曜日的にはその曜日が多かったのとあとはあのー、夜は5時あ夜じゃない時間は5時から6時の方があの昼の12時から1時より団地で多かったので70%ぐらいそちらだったのでまあそっちをちょっとあの昼に,見れる昼に投票してくださった方には申し訳ないんですけどもまあ 5時から6時、水曜と金曜の5時から6時にさせていただきたいなぁと思っています。で、ちょっとね、もう両方見えない方にはとても申し訳ないんですけども、あの、アーカイブは必ず、ちょっと時間はかかっても、時間差で上げさせていただきますっていうのと、あとは、今日みたいに、あの、突発的にできるっていう日時があったら、あの、まあ、上げさせて、配信させていただきますので、あの、まあ、 できればね、土日とか夜とかもねあの、できる日があったらね、バンバン、あのー、昨日やったばっかだからとかそういうのは気にせずね、あのーそう、配信積極的にさせていただきたいなと思っておりますのでね、はい。よろしくお願いしますね。はい。で、えーっていうので、あ、で、やっとここで、あのー、ちょっと、マシュマロの変身に、 入っていきたいと思います。はい。あ、皆さんありがとうございます。あの、見れるっていう人もいれば、難しいっていう方もいらっしゃるっぽいんですが、まあ、あの、ちょっと予定が空きすぎ次第、積極的にやっていきますっていうところでね、あの、まあ、ぜひ見てください。えっ、ー、と、マシュマロいきます。えー、 全略プロフィールや成り茶をお,、あのー、お姉さんは昔やっていましたかというマシュマロなんですけどもあのー、マシュマあ全略プロフィールっていうのをご存知の方はねいらっしゃいますかねあのまあ全略プロフィールっていうのはちょっと若い方は知らないと思うので説明するんですけどあのー、まあプロフィールなんですけどその名の通りりんかめちゃくちゃ昔流行りまして なんか写真とあとなんかこういろいろ質問事項っていうかなんか事項こうプロフィールの事項がバーってあってそれをどんどん答えていくみたいな感じなんですけどなんかその時まあそれはなんか全略プロフィールはあのオタクにもリア充にも流行っててあと100の質問っていうのもあってそれはオタクにまあ流行ってたんですけどまあお姉さんどっちも多分やったことあって100の質問は。 ホームページとかやってる人がよくね、答えてるのを見てたんですけどね。まあ、の BL の同人サイトとかやってる方がそれに答えてるのとか見てて、でお姉さんもやりたいなと思ってやったり、あとなんか、100のお題とかね。このお題で何かを書くとかね。そういうのもね、やってましてね。そ,ういうそれはさすがにやったことないのかなですけど。っていう、あ、100の質問、あ、でもそうだ。マシュマロとあんま変わんないからな。 はい、でそうですねなんかあのー、まあ前略プロフィールもうお姉さんもまあ、ね、や例に漏れずやっていたんですけどまあほに完全なる黒歴史でなんかねその時多分その学生時代でちょっとなんかボーイッシュなパンクっぽい格好をしていた時黒歴史時代でしてねあのまあそういう写真をねなんか。 そのプロフィールのところにあげたりとかしてあそれでもう今一切もうあの消えてるんで言えるんですけどねはいがそういうのでしたね結構なんか友達とかもやってたりとかしてて流行ってたんでねであとその同じ方が「ナリチャやってましたか?」っていうのをね「ナリチャっていうのを何か?」っていうのはあの知らない人もいると思うんですけど あのなりきりチャットの略でしてあの、まあ、チャットっていうのはそもそも、あの今チャットって文化あるのかなあの昔流行ってましてね、あのミト様とかもねあの、チャットをやられてい,っていたっていうのもね、聞いてたんですけど、まああのりちゃまあ、キャラになりきってやるチャットっていうので、 なんか友達で結構ハマってる子とかいたんですよね、周りに。ただ、お姉さんはなんか、なりっちゃ自体は、あの、経験はなくて、なんかねあの、自分がなりきる系はね、あんまり興味なかったんですかね、多分ね。で、ただチャットはね、なんかやってて、あのただ一人でチャットやると、なんかちょっと、結構ビビリなんで怖いっていうところがね、ありましてね、なんか、 変な人に絡まれたらとか嫌だとかなんかそういうのがあってなんか高校生の時とか友達となんかチャットルームにねあの行きましてパソコン室のチャットルームに入ってでなんか友達と2人で並んでなんか同じそのチャットルームに入ったりとかあとは別々だったりもしたんですけどなんかそういうところに入ってねなんかやってましたね。 結構なんかね、たなんか、その時も、お、ま、姉、あ、さんすでに初コンだったんで、なんか、あのー、暇っていう名前でね、入っている方がいてね、そのチャットにで。その人とずっと喋ってたんですけど、なんか、暇は暇、暇は暇だって言ってるって、自分、名前も暇っていう方だったんですけど、なんか、その人がね、ちょっと、なんか、 多分若い若いっていうか子供男の子の子供っぽい感じだったんですよなんか中学生か小学生ぐらいのでまああのー、その子とねなんかしゃべってたのとかはねちょっとなんか覚えてますねでなんかまたそれで友達にあのショタコンショタコンっていじられたりとかねしてたりとかね <laughs> してましたね、まあ、その人が本当にショタだったのかどうかわかんないんですけどねただの,あのな,なりきりショタだったかもしれないですけど はい、っていうところで,であとあと、えー、次のマシュマロは、えー、同性に告白されたことがありますかという、えー、ご質問なんですけど,どあの同性に一応あの一度だけね、あのーまあ、あるんですけど、まあ 友達お友達にね、そうまあそういうご質問をね、ご質問じゃない、あの告白というかね、付き合ってほしいみたいなことを、ね、言ってくれてもらえたとこれでいただいたとことはあるんですけど、でも、全然別に、あの同性にね、モテるタイプでも決してなかったので、なんあのなんかね、そういう大学時代、 そういうボイシャーな格好をしてたとはいえあのただのガチオタですからでまあ運動神経すごい悪いし何かこう内向的な、ね、性格でもあったので、ね、今よりその時は今はねあんま内向的じゃないとは思うんですけどなんでね全然そういう女性にモテるタイプではなかったんですよね残念ながらねでまああのー、男装 実際に働いた時の方がまだちょっとねモテたのかなーって気はしますけどね、はい、じゃ次の、えー、マシュマロ好きな漫画は何ですかあのー、これこういう、ね、マシュマロはねいくつかいただきつつまだ答えていなかったんですけどあのー、まあ 漫画は結構好きで、いっぱい読んでまして、で、あのー、まあ普通の萌え系の漫画から、青年漫画、少年漫画、少女漫画といろいろね、読んでいてる、読んでいるので、こう、これが、これ読んでますかって、ちょっと一つは言えないんですけど、ただ最近よくね、あのー、積極的に読んでいるのが、 1>, あ1万人突破、ありがとうございます。あ、本当だ。1万15人の方が今、面会に来てくださってまして。ありがとうございます。はい。あの、今、ちょっと好きな漫画について語ろうとしていたところなんですけども。はい。ありがとうございます。1万人もの方が来ていただいて。まあ、あの、BL 漫画とかそういうのもね、もちろん読みつつ、最近特に読むのが、やっぱ、あの、アラサー向けの漫画みたいなのをね、読んじゃうんですよ。 周りの子もやっぱそういうのすごい読んでるんで、あのオタク以外の子はね、まあオタクも読んでますしね、なんか、東京タラレバ娘とか、アラサーちゃんとか、あとは、なんだろう、有名どころだと、この2つとかかな、凪の老いとまとか、なんか、ちょっと20代後半から30前後向けみたいなね、まあ、そういうアラサー向けの。 リアル系の漫画がね、面白くてね、読んじゃってますね。読んでたっけな,ーなんかあと、そういうね、婚活系の漫画をね、結構ね、読んでるんですよ。なんか、女子の方が婚活期を書いた漫画とかあの、100回お見合いした不女子の 漫画みたいなタイトルちょっとうろぶなんですけどなんかそういうのをね読んだりとかね結構面白いんですよねその実実体験系の婚活漫画とか最近だとな「美人が婚活してみたら」とかっていう漫画とかね読んだりとかね出ますねなんか婚活漫画が今一番なんか積極的にね面白くね読んじゃってますね なんか、一般向け、不女心向けっていうよりなんかあ、でもオタク向けのね、そういうやつもね、読んでたりとかね、したり、結構、しますね。プリンセスメゾンプリンセスメゾンなんか聞いたことあるけど、読んだことないな。なんだろう。はい、婚活漫画結構ありますよ。あの、なんかリアルより、ファンタジー系よりね、リアルよりの方が好きなんですよ。ファンタジー系っていうのは、あの、婚活、そういう、 アラサー向けだけだど結構少女漫画っぽい感じあのえっ、ー、とねあれですよ明日会社を休みますとかそういうのはねあんまりなんか好きじゃないんですよねなんかまあそれ別に好きな人は面白いかとは思うんですけどなんかちょっとこれファンタジーじゃんみたいな感じでもっとリアル言ってくれみたいな感じで思っちゃうんで結構リアル系のねやつをね読んでますねはい。 でえっ、ー、と、あ、次のマシュマロ。僕殺天使、ドクロちゃん知ってますかあの、これもなんかねた、いくつかこのマシュマロもらったんで、ちょっとそろそろ答えないとな、と思ったんですけど、あのー、アニメはね、ほとんど見てなかったんですけどね、電波ソング好きだったんで、この曲も好きでしたね。ピピル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 ピピルピっていう、あのすごいちょっと特徴的な電波ソングだったんですけども、 はい。で、あで、次のマシュマロ。あの、歌子アートを巡回してください。あのね、こちらね、本当に申し訳なくて、あの巡回っていうか、全部見てるんですよ。本当に、あの、大嘘ではなく、本当に全部見させていただいているんですけども、あのー、ちょっと最初からリツイートとか、引用リツイートをしてなかったので、もう、 今から一番最初の「うコアート」からこう引用リツイートとかしていきますとちょっと莫大な量になってしまって TL がお姉さんをフォローしてくださってる TL もう全部それで埋まって埋まっていくみたいな感じにもなっていくと思いますしまあっていうのもあってちょっと悩んでいるところではあるんですけどあのいいねをね今後させていただこうかなと思いますね。 あの見ているという証しと,と,とありがとうございますという意味を込めてね。で、あとは、どうしよう、ああ、でもリツイートとか、確かにしたい気もするんですよ、これ見てっていう意味でね、リツイートしたい気もするんですけどね、もう、あのー、量がたくさん多くなっちゃうのでね、どうしようかなっていうところも。 あ,ってあ,ー、ね、あみんな優しいですねなうあそもいいねも今規制されちゃうっていうのをねちょっとね違ってみたんですけどねあっ静寅先輩そうなんですかいいねで。 されちゃったのかあーなるほどねあファボ規制もあるんだちょっとねあのじゃあゆっくりファボでいきたいかなと思いますねあの本当に皆さんいつも素晴らしいイラストあの時に可愛らしく時にあのやばい不女子とかやばいキャラとしてねあのネタイラストもね描いてくださって本当にありがとうございますタコアートも巡回させていただいてますしあとピクシブでもね 定期的にね、鈴鹿歌子で検索してね、拝見させていただいてますね。本当にあのこの素晴らしいイラストをたくさん、なんか結構爆笑できるようなイラストもね、描いてくださっている方もいらっしゃいましてね。はい。ありがとうございます。ニコニコ星画とかもね、ちょっと見,見させて、たまに見させていただいたりとかもね、してますね。はい。えっ、ー、と、あ 次のマシュマロが、あのー、オーディションの時の声は、今のこの不助子ボイスだったんですか、それともお姉さんボイスだったんですかっていうご質問なんですけども、あの、オーディションの時はですね、あの、いつもの、画面の前のやいかのみんな、こんにちは、うたこお姉さんだよっていうのを、あのー、 あちょっとこれを出したのを機にまた声を変えていきましょうか。ちょっとあの、またどんどん低くなっちゃうんでね、油断してると。最初にこのお姉さんボイスをね、一応練習して、こちらを、こちらでちょっと自己紹介みたいなのをさせていただいて、で、あの、その後にお姉さんのね、今までの人生でのオタク人生のいろいろなあの面白かった出来事などを、こう、 いろいろ語ったりさせていただきましてね。あの一応、お姉さんボイスのままでその時は一応語ったんですよ。あのお姉さんボイスのままで、BL と書斎が大好きな部助ですとか語ったりとか、あと BL サイトを昔やってましたとか、ボカロピーやってましたとか、あとは、そうですね、あの、八百板に住んでて、v i ッパーの方たちと戦ってましたとか、そういうのも。 あの全部録音してねこの一応なるべくなるべくな, <coughs> なるべく綺麗な声であの録画させていただきまして何回も練習して何回も撮り直してあのそういうね今までのお姉さんのエピソードを語らせていただきましてでそのボイスを聞いてくださった運営さんがあのちょっと闇を感じて気になりましたみたいな感じであのご連絡くださいましてね。 特にそのビッパーと戦ったってなんだみたいな感じであのそこをね気になってくださったみたいでねはいその「八百いでね、ビッパーと戦った」っていうのをあのすごい自分的に面白かったっていうふうにこの間もね語らせていただいたんですけどなんかその当時ねあの学校であの徹夜で行くわけですよ学校にあの一,一晩中ビッパーと戦ってからこう、学校に行くのでねで、 昨日寝てないんだよねとか言って、あの、いきり、地獄のミサ的な感じで、なんかいきり友達に話してて、いきり発言を。で、実は昨日、ビィッパーと戦って寝てないんだよとか言って、学校で、あの、なんか言ってたのをね、思い出しましたね。で、なんか友達に、あの何やってんだよってすごい笑われたんですけど、その理由は何だみたいな感じでね。はい。っていう感じですね。ちょっと話ずれちゃいましたけど、 そういう感じで、あのオーディションではそんな感じのお話をさせていただきました。はい、えー、次のマシュマロですね、えー。女体化と団体化などはお好きですかっていうご質問なんですけれども、あのもう、まあ、女体化と団体化っていうのはその男キャラを女体化したり、女キャラを団体化。 たりするっていうね、二次創作でよくね、あるあのー、ものなんですけどもね。あの、女体化はですね、女体化好きですかっていうの、他にも何人か頂い,いたんですけど、女体化は、まあ、正直、好きじゃない。あ、あのー、別に、漫画で女体化するみたいなネタは全然いいんですよ。好きです、好きですっていうか、まあ、面白いんですけど、そのー、二次創作で元いる、 男の子キャラを女の子にするっていうのは別に地雷とかじゃないんですけど全然ただ別に好き好きんでは見ないないんでかっていうとせっかく可愛い男の子を女の子にしてどうするんだ意味がないだろうっていうふうにちょっとお姉さん的には思ってしまうので、うん、女体化はあんまり好きじゃないですねで団体化はなんかあんまりなんか見たこと自体がなく でただあの前「パンティーストッキング」っていうアニメあったじゃないですかあれの,あの団体化二次創作みたいなイラストを見た時はめっちゃなんか胸が踊りましたねなんかそのあのアニメ好きだったんですけどあのパンティーっていうビッチキャラがいてあのいろんな男性とねあの次から次へとあのイケメンがいれたらすぐ寝るみたいな ビッチなお姉さんキャラだったんですけどまあビッチでもねあそこまで行くと結構好きなんですけどねお姉さん的にビッチ嫌いって言いつつなんかそれがなんかそのイケメンのやり,やりんキャラになっていてでもう一人の、あのー、ストッキングっていう、まあ、ストッキングもねあれなんだかんだ結構ビッチじゃんって思いながら見てたんですけどねあのストッキングもなんかな、あのー、清楚な感じ見た目的には黒,か黒っていうか紺色の髪で結構清楚っぽいんですけどなんかパンティーに なんかこの間の男とどうなったのよとか言って言われてるシーンとかあったんで、あ、ストッキングもビッチなんだなーって思いながらね、あのー、見てたんですけどね。あのー、まあ、ストッキングも、あのー、髪型とかあれのままショートになってあの、ちょっとゴシックな男の子になってるみたいな感じで、あれはね、ちょっととっきめきましたね。ちょっとこのアニメ見たいなーっていうふうに思いましたけど。あと、ああとはね、全然これ団体化じゃないんですけど、あのー、 ラブプラス、ラブ,ラブプラスラブラブプラス、なんかお姉さんラブプラスって言っちゃって、なんか前友達にすごいなんかバカにされたのがちょっとトラウマなんですけど、ラブプラスってラブライブみたいなもんじゃん、なんじゃその言い方みたいな感じで、ラブプラスがあってんのかなラブプラスっていうギャルゲーというか、まああの、女の子を彼女にできるっていう、<laughs> ラブプラスっていうあのゲームが、 あったと思うんですけど、まあ、や,ってやったことある方もねいらっしゃるとは思うんですけどね、あのー、お姉さんは「ラブプラスやってましてあのーまあ、当時はマナカが好きだったんですけど徐々に、あのー、ねねさんがね好きになってきましたね,ね,ね,ね聞きまして寧々、ね、さんの,の高校生のなのに最高の,あの母性は何なんだと、まあ、今のお姉さんからしたら ねねさんバブミを感じるっていう使い方をしてねあ間違ってないと思うんですけどもねあのー、10歳くらい年下になるんでねネネ、ね、さんの方がすごいあのー、ほんとお手本のようなねお姉さんキャラでお姉さんっていうか下手したらママっぽさもある母性キャラでね最高でしたねあであのラブラブプラスのなんかソタ バージョンショタプラスみたいなのそなんか二次創作をここにね見たことがあるんですけどねそれはあイラストだったんですけど本当に最高であこれこんなゲーム出たら絶対買うのにーって思いながらねもう、うん、でまあショタプラスじゃなくてもラブプラスのあの乙女ゲーバージョンあれの男女の子向けバージョンで言ったら絶対欲しいって思ってずっと待ってもう何年も待ち続けてるんですけどね全然 待たない、ね、待たないいんんでですすよよねね全然出ないんですよ、ね、絶対ね流行ると思うんですけどねあの普通のギャルゲーより結構リアル感があるところがすごく良かったんでなんかキャラのビジュアルとかキャラの声もそうですしあとエピソードエピソードとかも普通の高校生っぽいエピソードだったじゃないですかなのでねあのちょっとね期待をま,まだ、ね、待ち続けますけどもね はい、乙女芸はね結構やったことはあるんですけどあんまりハマったことがなかったのでねちょっと乙女芸にねハマってみたいんですけどもね次えー、あゆり好きですかこちらのご質問なんですけどもねまあのゆりもちろんあの前もちらっと言ったんですけど マリア様が見てるとか好きだったのでよりもすごく好きなんですよ、まあ、ただあのー、あんまりこう BL ほどはいろいろ足しなんでいないので詳しくは全然ないんですけど特にその男の子っぽいイケメン女子がねすごく好きで昔からなんでどっちかっていうとそのマリみてで言うと聖様みたいな あのせいさ様っていうね先輩のちょっと男前キャラがいたんですけどもねそういうかっこいい女性キャラかける女の子キャラっていうのがねすごい好きなんですよねで結構そのかっこいい女の子キャラかける男の子みたいな少女漫画は結構あるんですけどお姉さん的にはそのかっこいい女の子キャラをそのな攻略対象というか あのー、主人公じゃなくて、ときめける対象にねしてほしいというところがねあるんですよね。はい。えーと、次。あじゃこれはちょっとね、あのーご、ご相談系のなんですけど、この方がちょっとあの就活でちょっとあの落ち込むことがあったりとかして、ネガティブになりそうな、お,、ね、お姉さんはネガティブに。 なりそうになったらどう明るく気持ちを切り替えていきますかっていうようなマシュマロだったんですけどもまああのお姉さんもね基本的には割と自分で言うのも <laughs> 自分で言うのもなんなんですけどあのお姉さんもまあお姉さんはどっちかっていうとまあ、ポジティブで結構好きなことをガンガンやっていきたいっていう気持ちがすごく強いのであの 比較的落ち込むこととかはあんまりないんですけども、まあ、あの、婚活もね、なんだかんだ言って別に、やみますねと言いつつ、別にまあ、そんなに、ああ、今日も、あなかなかダメだな、みたいな感じでは思いつつも、まあ、これからも頑張ろう、みたいな感じではあるので、そんなに落ち込むことはないんですが、まあ、それとは言っても、あの、周期的にまあ、 落ち込んだり暗い気分になることはね、あったりするんですけどもね、こういう時はね、こういう時何をし,たしてるかっていうと、あの今までこうやりたかったけどやってなかった、やりたかったけどやってなかった楽しいことをするがでそういうのやってると結構、あの気持ちが、ね、明るくなっていったりとかね、やってるうちになっていったりしますね。例えばあの積んでて やってなかったゲームをやってみるとかダウンロードしたままややりたいと思いつつやってなかったあの携帯アプリやるとかあと読みたいなと思ってて読んでなかった積んでた買ったまま変わってないけどあの買いたいと思ってた漫画を読んでみるとかそういう感じですかねまあ まあ,あとはね、人に会うこと。1人でいるとね、とにかくどんどん鬱になっていくっていうのをね、すごい実感するんですよ。で、あのー、そういう時に、まあ、外出て友達とご飯食べに行ったり、飲みに行ったりとか、あとは、あのーまあ、ちょっと会え,なくた会えないとしても、LINE でね、頻繁になんか妹と LINE するとかね。 やっていくとちょっと気分がこう変わったり、人と会うことが一番いいかな。あと、あのよくネット上で見るのは、これ落ち込むってわけじゃないですけど、暗い気分になった時に明るくいい気持ちになるっていうので、筋トレする。筋トレすると、なんかなんかね、そこにいろいろ書いてあったんですけど、こうなこうなって、こうなって、こうなって、こうなって明るい気持ちになるみたいな。 なんかそういうね、一応ちゃんとした理論があるらしくて、筋トレするとね、結構明るい気持ちになったりとかね、しますね。はい、そうそう、あの腹筋とかスクワットとか、もうお姉さんはスクワットをね、たまにやってますけどね、ちょっと、あの、常にダイエット戦士なんでね、あの、ちょっと、あとちょっと痩せたいみたいな感じで、常にずっと言い続けていて、痩せられないっていう感じなのでね。はい。 っていう感じかな。まあ、こういうお悩みとかもね、あっ、あの、今後ちょ,ちょいちょい、あの、お悩み相談的なのもね、マシュマロも読ませていただきたいなと思ってますね。あと、あ、そう、散歩もいいって聞きますね。あの、友達が結構なんか、散歩すると気分が変わるっていうふうに言ってまして。はい。 えーとあと次のマシュマロなんですけどもこれもね結構多かったのがあの歌いつ歌ってくれるんですかと歌歌,歌って早く歌ってくださいっていうのをねあるんですけどもねあのー、歌歌そう歌ねあのまあなんか最近あの歌のお、ね、姉さん的なねあのー チャンネルが別のバーチャルユーチューバーさんでねできたっていうね情報がね入ってきましてねあれやべえっていう感じなんですけどもねあのー、歌もね好きなんですよ姉さんあのー、結構本気で歌をねやりたいなって思ってた時期とかもあったりとかあのまあ歌をね作ってた時期もありますのでねって言って歌好きアピールだけしていつまでも立っても歌わないんですけどねあのそう藤あお葵さんねあのすごいお歌がお上手なバーテャーユーチューバーさんね 普通にねここで歌ってもねなんかしらけると思うんですよねなんであの、まあ、ちゃんとレコーディングスタジオ行ってレコーディングしてちゃんとピッチとかちゃんと編集してもらってであのミックスマスタリングしてもらったまだマシな状態の歌にしてからあのちょっと公開するみたいな感じにしたいなぁと思っているんですけどね。 なんかアカペラで歌うとなんか下手さがもうろがれなんて、ね、そうですね、はい、で、えーまあ、歌は必ずそのうちやりますあのやこれもあのバーチャルライバーになってやりたいことの一つで歌とか音楽っていうのはすごくあったのではい では、えー、と次のマシュマロですね。あの結構ねあの、不女子の方がね、見てくださっているっぽいんですよね、すごく嬉しいことに。で、あのこの方も不女子だったみたいで、えっと、あそうあとのグラデー・ヴィンセンとかも、なんか、あのすごい懐かしかったです、みたいな、私も作ってました、みたいに言ってくださる。 リスナーさんがいらっしゃいまして、あ女子の方も聞いてくださってんだな、こんな、なんか不女子の人が聞いたら、ぶち切れるようなね、配信かなって思ってたんですけどね、恥を、恥さらしな、みたいな、あいつ、みたいな感じでね、思っていたんですけど、あ、そっか、男女比とか、どうにかして、見れるのか、そうか、そうか、なんか、YouTube で見れるのかな、なんか、んか YouTube で何かをどうかすれば見れるのかな。 あのその方、で、あの、婦女子の方から、好きな商業 BL を教えてくださいっていうね、あのー、ご質問だったんですけども、まあ、商業ビールもね、あのー、割と読んではいるんですけど、まあ、結構、その電子書籍で、ちょっとエッチなシ初タの漫画とかを、こう、 dmm.com さんとか、dl サイトさんとかでこう買わせていただくことがまあ一番多いんですけど、まああの普通のなんかその本屋さんで売っているような、まあ、それも電子書籍でね買うことが多いんですけどね、あまあ普通の商業 BL と呼ばれている BL もね読むことはたまにありまして、でまあ何で読んだ中で一番好き。 一番好きなのは「あの風と木の歌」なんですけどもあれ BL って言っていいか分かんないっていうところがあって、あのー、あれはね本当ストーリーがすごく面白いのでねであとはあのー、あ秋山くんっていうあの BL がねこれもキャラとか話とかが好きで、まあ、知ってる人ここには <laughs> ちょっといないと思うんですけどもねあとは あとあおお、あの、オメガバースのね、漫画 BL とかも結構好きでね、読んでましてね。なんかあの、えっと、なんだっけ。ちょっとダメだ,だ。タイトル忘れちゃった。タイトル出てこないや。まあ、あの、ここでちょっと、あ、まあ、そんな、一番好きなのは秋山くんで、あのー、まあ、他にも、えっとね、なんだっけな。 なん,ロマンなんとかロマンチックみたいな、なんかオメガバースの漫画とかね。まあ、あ、そういう感じで、あの、はい、そんな感じでよろしいでしょうかね。ちょっと、うろ覚えで大変申し訳ないんですけど。あとはあ、えっと、ザリア・ランマルさんっていう作家さんがね、好きでね、結構、その方のは全部読んでますね。はい。こんな感じで、ちょっと1万3000人の前で、あの好きな BL 商業、商業 BL について。 当たっっててしまいるんですけど、はい、次のマシュマロに行きたいと思います。えっ、ー、と、あの、ビール、あビールじゃない、ダンー喫茶で働いていた時に、あの、オリジナルカクテルっていうのがあったっていう話をしたんですけど、そのお酒、オリジナルカクテルを、あの、そのスタッフがこう考えてご,ご提供して、その分ちょっとバッグが入るみたいな。 感じなんですけどまああのー、それでねご質問はそれお姉さんはどんなお理解をオリジナルカクテルを作っていましたかっていうご質問だったんですけどえっとですね確か当時はね赤ワインのコーラ割をかりを何だっけ仮盲腸っていうんだっけかななんか名前があるんですけどねそれをオリジナルカクテルとしてね出してましたね。 まあ自分がね、そのお酒が好きだったっていうのもあるんですけど、はい。結構美味しいですよ。で、まあ最近もね、自分の、あ、仮餅で合ってるからかったです。そういう赤ワインを割って飲んだりとか、あとは、焼酎とかをこう、ジュースでね、割って飲んだりとかもね、今、もうしてますね。パルピスとか、あとはコーラとかでね、割ったりとか。 飲酒配信をね、今しないのっていうふうに言ってくれているね、歌っこさんがね、いらっしゃるんですけどね、あの飲酒配信とか、ただ、まああのー、一回ね、ちょっと飲酒配信をしたときに、あのー、やらかしをしてしまいましたので、まあ、あの時別に酔っ払ってなかったんですけど、1杯しか飲んでなかったので、なんで、まあ、ちょっとね、と,、まあ、とはいえ、そういうのがありましたので、 ちょっと、しばらくは、飲酒配信は、まあ、自主規制、自主規制じゃない、なんていうのそのまあ、あの、ちょっと一回、やめ,ね、やめておこうかなと思いますね。はい。えっ、ー、と、あ、あ、これ、なんで、あ、これ、ちょっとお姉さん個人的な、すごい、あの、ありがたい情報を。 で細,細田守,さん守監督の映画で、今年の夏に未来の未来っていうのが結構素晴らしいシ初タ映画ですよ期待しまし、期待してくださいみたいな、あのマシュマロをね、くださいましてね。あ自粛、自粛、そうだそうだ、ありがとうございます。あちょっと、歌コメンバー、ちょっとあのその不謹慎なのはちょっとその拾っていきませんよ。はい あのまあ、そういうのをね、あのー、そういう素晴らしい情報を送ってくださったので、ちょっとこれは期待してね、楽しみにしておこうかなと思いますね。細田守監督はね、結構、本当、素晴らしいショータをね出してくださいますのでね、本当にありがたいことに。結構そういう男性が作ったショータキャラっていうのがね、すごくいいんですよね。女性がね、やっぱ作ると、結構女性の理想みたいなね、 感じになな,なりがちなのでね男性が描いた作ったショタキャラとか男性が描いたこの男性同士男キャラ同士の友情とかそういうのがねすすっごく、ね、好きなんですよそういうのもあってその男性向けの作品に出てくるちょっと美味しいキャラとか美味しいか関係性みたいなのに。 燃えちゃうんですよねはいあっあーあと次のマシュマロがですねあのバ,バイスクロイツが私はあのー、好きだ昔が好きだったっていう動詞の方で不上詞の方からねでこの方あそうこの方があれだあのー、グラデビンセンとか作ってましたよ あの懐かしかしっっっったですててていう風に言ってくださってバイスクローツはねお姉さんはねちょっとたしなんでなかったんですけどこれ確かあれですよねあの声優の声さんがやられてるなんかあのー、声を当てられているこれなアニメではなかったんですけどドラマ CD? なんか友達がねなんかすごいこれにはまっててなんかねわわわすごい語られたっていうかなんかあの結構不況不況,不況 されたというかそういうね記憶があるんですけどねだからちょっとこの、ま、たこの女性はもしかしたら同世代なのかもしれないですねあで次のマシュマロえー、ボイス販売はされないんですかあの結構他の二次三次の皆さんがねやられている今もどんどんやられているんですけどされないんですかっていう ご質問なんですけどあのまあちょっとあのそのうちいつかやりたいなーっていう気持ちはあるんですけどまあすぐというわけではなくね「欲しあ,ありがとうございます欲しい」って言ってくださってる方がねたくさんいらっしゃってあの需要あるのかなこのねこのあまたこの汚いコイン 女子ボイスになっていますけどね。この女子ボイスにはね、需要がないんではないかっていうね、心配がありましてね。そうだったらまだこの、ええかなみんな今日もありがとうあの、こういう声で収録した方が、まだちょっと需要あるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、どっちがいいですかあのもしボイス販売をやるとしたら、あ2種類やるといいのか。 誰いらないちょっとさ <laughs>、冷たいな <laughs>。あのー、ど、まあどっちもあったらいいのかな女子ボイスと、あのー、作ってる営業ボイスとね。で、まあどっちがあの気に入った方をね、買っていただければね。っていう感じにしたら親切なのかな。で、ああ、そっか。まあじゃあ、あのこの女子ボイスではちょっと、女子語り的な。 あのオタク語りとかしたりあとシ書タに燃えてるボイスとかを録音してそれが需要あるのか全然分かんないんですけどまあそういうちょっとネタ的なねボイスを販売してあ収録してでこの「お姉さんボイス」ではちょっとお姉さん歌のお姉さんっぽい声とかまたちょっとあの挨拶的な他の皆さんが言われてるようなあの挨拶的な短い文章とかそういう定番系の 声をね、収録したら良いんですかあ、見せなさいお,お尻を見せなさいよ、ボイス。それ、いやい,い,い,いのかなあ、売れるもの、売れるのかなそれは。あなたお尻見せなさいよっていう。女子ボイスでカウントダウン。え、需要あんのだってこのキムボイスでカウントダウンしてい,いいのかあお尻はみんな結構なんか欲しそうですね。あの、知らない方がもしいたら言いますけど。 あのーまあ、のまお姉さんが八百合板に住んでた時にねその立派の方をね一晩中一晩中一対一で戦い続けてお,お尻を追いかけ続けて「あんたお尻を、あんたお尻見せなさいよ」って言ってずっと追っかけたっていう話をねしたところから来たネタなんですけどねそっかそっかじゃあそういうネタ系西シの不助士とかそういう。 そういう系のボイスを不女子ボイスで言う、ネタ系のボイスと、あとはちょっと、あの、申し訳程度に、この、このじゃない、今も全然なってないけど、その綺麗なお姉さん、声を頑張って出す営業ボイスと、あとあ、あ、ママ系のボイス。ママ系のボイスかママ系のボイスってど、ママですよ。 ママですよおねんねしましょうねーとかそういう感じですかね。そんなあの、おな、なんですかね。ミルク飲みましょうねーとか、よしよしとかそういう系かな。やっぱ、ま、ママボイス、需要あるっぽいですね。あの、結構、ま、これを言ったとなん、みんなママママ言い,言い出してくれるんでね、毎回ね。この 本系の発言をでママボイスと、あのー、ちょっと不自身のネタ系ボイスと、あとちょっと申し訳程度の営業ボイスっていう3パターンで攻めていきますかね。普段にお話しかけるお姉さんもあ、寝かしつけボイスね。ね,ねんねしましょうねーとかそういう感じかな。 山クラボイス、あ、なるほどね。ショターボイスあ、ショタあ、なんかね、あのマシュマロでも結構なんかショターボイスとか男の子っぽいボイス声出せるんじゃないですかとかそれやってみてくださいとか男装カフェで働いてた時のこういうあの、男装ボイスをね出してみてくださいっていうのをねあの言ってくれるマシュマロが割とあったんですけどもまあ、ただ そうこんなところでやるの恥ずかしいなって思ってね、それはちょっとまだ考えてないんですけど。あのその時別に声特に作ってたっていうよりは、ちょっと低く出してた感じまあ今よりちょっと低いぐらいですかお嬢様、いらっしゃいませ。みたいな。全然低くなってないか。<laughs> なんか、あのー、なんかね、あんま格好つけっていうのはちょっと恥ずかしくて寒かったんでやってなくて結構、 数をちょっと男らしくするくらいの感じだったんですよ。なんか。で、結構、あの、あそうだ、これ、質問でもあったんで言いますか、あの、どんなキャラでやってたんですかっていうふうにね、いうのがありまして、あの、まあ、結構みんないろいろキャラがあったんで、で、お姉さんは、あの、みんなとちょっと、まあ、一人称をね、変えた方がいいかなと思って、自分って言っててね、 自分のことであの敬語しゃべりだったんですよ、基本的に。まあ,あの、初対面の方にはどうしても敬語になっちゃうので、みんな結構、タメ語でねあの、言ってたんですけど、他の人たちは。なんか、初対面でも、え今日どっから来たのみたいな感じですごい、あのね、親しみやすい感じで言ってて、あすごいなとかって思ってたんですけど。 お姉さんはちょっとそれがねどうしてもできなくてまあそれできなかったら逆にそれを売りにしていけばいいかなと思ってあの敬語でねやってたんですけどそしたらあのああんまりあの言いすぎるとあれかあの,と、ねまあ、あのもうないないと思うんですけどねこ,この情報は一切もうかなり昔なんでね まあそういう感じでねやってましたね。あの自分なんとかなんとかですみたいなあ。自分はなんとかなんですけど、お嬢様はどうですかみたいな。そういう感じでね、やってましたね。はい。っていう感じで。えーと、次のマシュマロに行きたいと思います。あ これあのー、他にもゆり経験があったら教えてくださいっていうマシュマロなんですけども、まあ、あの前回ね「ちょっとゆり体験ありますか?」っていうふうに、あのー、質問があって、まあ、そこでちょっと、あのー、高校生の時 JK 時代にギャルのこう どのちょっと今軽い友情話みたいなのねさせていただいたんですけども他にユリ経験なんかあんまりこう親しい友達とかとはねそういうのがちょっといやそれはできないっていう感じのところがあるんですけどただあんま仲良くない人とか初対面そういう方とかであの ちょっと好みの方とかいるとね、それは結構、ゆり回りだなみたいな感じにね、思ってしまったりとかあったんですけど、あ、あゆりじゃないけど、あの、そのダンス大喫茶に働で働いてた時に、あの、お姉さんをね、押してくれてたね、かわいい女性がいらっしゃったんですよね。で、しかもなんか結構箱推しとか、あの、誰々君と誰々君と誰々君が好きみたいな子が、 割と多かったんですけど基本的にはその方はね単押しであのお姉さんがいるシフ,シフトを見てお姉さんがいる時に来てくださっていたねあのかわいい黒髪ロングのあの結構童顔系のねかわいい女の子がね来てくださってましてねでご自身もあの昔メイドバーで前にメイドバーで働いてたみたいな子で本当に かわいいのでちょっとかなり好みだったんですけどでなんか毎回そのチェキをね撮ってくれたりとかねしてくださったりでチェキではなんかポーズの指定がねできるんですよね。であのー、そこで何でもなんか確かねなんか粘膜に触れる以外だったら OK みたいな店からのルールがあってであのー なんかあーんで、食事を、っていうか、デザートを食べさせるとか、食べあとはなんか、膝の上に乗ってもらうとか、またちょっと抱き合うみたいなのとか、なんかいろんなポーズをね、あのとでもチェックをねあの、リクエストしてくださって、本当にね、あのこんな可愛い子がこんなにあの、ね、お金を使ってくれるなんてみたいな感じであの、めっちゃ普通に友達になりたいなっていう感じではあったんですけど、まあ、それはねあの、ピンチなんで、そういうお店って。 あの連絡先交換とかはね。なんでまあっていう感じだったんですけどねただその子はねあ,ある時あのメイドバーの時のお客様の男性とまあいらっしゃった時があってですね。で あみんななんで心配してるんだあやばい話だから別にやばい話してないよそんなあのあれ、ねね、連絡は禁止って言われた店長にそう言って言われたっていうだけですからねである時そのメイドバーのお客さんの男性をねあのと一緒に同伴で来てくださった時があってで、まあ、そのお客さんの男性が結構もうすごいいろいろ頼んでくださってありがたいことにねっていうのがあったり でそのそれ以降彼女がねなぜか来なくなってしまいましてですねであの結構ツイッターとかもねすごいチェックしてたんですけどねなんかツイッターも更新されなくなってしまってで何かえ何、ー、か悪いことしちゃったかお姉さんが悪いことしちゃったのかなとか思ったんですけど うーんすごいね、悲しかったですね、その出来事はね。なんでなんだろう。あそれゆり、ゆりエピソードっていいのかな、それ。れた確かに、男性をね、連れてこられた時はねあの、来てくれたことだけですごく嬉しかったんですけど、ちょっとね、あのショックというか、ああお,おじさんと来たんだ、みたいな、ちょっとショックみたいなところはね、多少ありましたね。 まあでも、それも、あの、来てくれるためにそおお、まあお、その、まあ、お金の面とかでもね、やっぱり大変だろうと思うので、それで、あの、連れてきてくださったんで、本当にありがたかったんですけど、ただちょっとね、まあちょ、ショックというかそれはありましたね。はい。ええー、と、あ,あと、ゆり、ゆりエピソードか、まあ、あとはね、 あとなんかそういう婚活っていうか、その、そういうパーティーみたいな、出会いのパーティーみたいなのに、まあ婚活でね、あの友達とかと行ったり、妹とね、行ったりとかもするんですけども、まあ、そういう時になんか酔っ払って、女性、参加者の女性となんかイチャイチャしてしまうみたいなことはね、なんかよくありがちですね。 まあ、あとなんかね、初対面の女性になんかチューされたこととかもありましたね。なんか、なんでされたんだかちょっとあんま覚えてないんですけど、その時はお姉さんからしたわけじゃなくて、向こうからされたりとか、うん。なんかそういうところで、まあ男性とイチャイチャとか全然しないんですけど、なんか女性とね、なんか仲良くなったりイチャイチャしたりとかね、そういうのは、なんか、たまに、まあ頻繁じゃないですけど、うん。何回かね。 ありましたねはいまあそ,そんな感じでいいですかねゆりエピソードなんかゆりまあま,まあ他にも思い出したらちょっとね言わせてここで、ね、随時言わせていただきますんでねはいえー、と次あえっ、ー、と「ときめきメモリアル」シリーズで 好きなキャラを教えてくださいっていうご質問なんですけどもまああのきメモのね話をちょいちょいねあの今までさせていただいたんですけどもねえっとまあきメモは1と2とガールズサイドをプレイしていて,いてあ1はね友達に時代やっただけだからなんか小学校低学年 くらいの時にねなんか友達ん家でねやって結構一生懸命やってましたけどねあーそれと2は自分で買って結構ガチでやっててであとはガールズサイドくらいあとはときめきレストランあときめきレストランはときめもじゃないですねがやってたぐらいなんですけどまああのー、ときめも1はね 映が好きだろうランは、うーんとあんまり、キャラ好きとかまではいかなかったんですよね、さすがに。昔だ、ちょっと幼すぎたんでね。で、2は、あの、お赤いむらちゃんと、あと、 誰だっけなぁそう赤い方がいっ、と、まあみゆきちゃんとかもちょっと好きでしたかね。ことぶきみゆきちゃん。あ、朝比奈さんね、好きでした。1、1の方の。確かに。あの、ギャルがいたんですよね。小ギャル。君メモは朝比奈さんかな結構ギャルキャラ好きなんですよね。あのー、最近もね、ギャル結構流行ってますけど。で、 2はそんな感じ。あ、2はあと、あのー、匠くくんですね。主人公の友達の可愛い男の子。って感じで、で、ガールズサイドは、まあ、主人公の弟。かな,ーなんかガールズサイド全然なんかキャラ萌えできなくて、なんかちょっとディスじゃないんで、であの好きな方には大変申し訳ないんですけど、まあ、お姉さんが書斗になのがね、すべて悪いんですけどもね。 あの弟は一番可愛くて、他のキャラにね、まあさ、他、まあ、私って言うなら、葉月葉月くんくん、主人公っていうか、ヒーロー的なね、キャラがね、まあ、多いかな、緑川光さんだし、声っていう感じではあったんですけど、なんか、あのー、なんかね、ちょっとネタじゃないのみたいなキャラとか言ったりして、ちょっと好きな人が言ったら大変申し訳ないんですけど、なんか、 忘れちゃったんだけど、なんか後輩で、なんか単発で野球少年、野球やってるみたいな、なんか常に絆創膏を貼ってて、だからお姉さんはそのキャラのこと勝又って呼んでたんですけど、<laughs> あの、勝又、芸人の勝又さんになんかビジュアルが似てて、常になんかん結構、半ズボンは履いてないかなんか勝又さんは半ズボンか半ズボンは勝又さんか。なんかその髪型とかが似てて、でそれをなんか友達に 行ったらなんかすごい笑われたんですけどね <laughs>。あのカツマタカツマタって言って妹とお姉さんなんかではそのキャラのことカツマタカツマタって <laughs> 言ってたんですけど <laughs>、はい。とかねあとなんかあなんかあんまりかっこいい子がいなかったんですよね。うんっていう感じでなんかそう生産は豪華だったし。 曲もね、すごく良かったんですけどね、あのビーツの曲でね。はーい。そんな感じ。なんか妹はね、あの、なんか関西弁の、なんか色黒のキャラがね、気になってましたね。なんかちょっとチャラい感じの。お姉さん別に、あの、ガングロが色黒好きじゃないから、お姉さん好きじゃなかったんですけど。はい。 というわけで、あの、ちょっとね、もうすぐ6時半になっちゃうのでね、ちょっと、まあ、ちょっとの、ちょっと多少伸びちゃうかもしれないけど、あの、全部マシュマロ今日の分言わせていただきますので。はい。あの、は,はっとり、あ、そう、妹はっとりも好きなんですよ。なんか、色黒の関西人がね、妹はね、なぜか好き、なぜか好きみたいでね。はい。トキュウム2にもそういうキャラがいたんですけど。はい。えーと、あ、次、次、ちょっとこれ、あのー、 何カットですかあのー、まあ、その、ちょっとセクハラ的なね、質問なんですけどね、こうやって、こう、自分の姿をこうやって見ると、結構ありますよね。いいくらいあるんじゃないかな、たぶん。うん。服着て、こんな、胸の目立たない服でこんなにありますからね。はい。というわけで、じゃあ、いいということでしておきたいかなと思います。はい。 えー、次、あこれはね、あのー、ちょっとエール的なものでしてですねあの、男性の荒んのお宅の方、リスナーさんがですね、あの <laughs> えー、自分にセクハラしてるって、別にしてないですよ。<laughs> いすよ <laughs> はい、えー、っと婚活あの、自分もね、頑張って婚活中の荒んの男性のお宅の方で、 自分も婚活頑張っているのであの、一緒に頑張りましょう的な感じの、あのー、ありがたいね、マシュマロだったんですけど、この方、婚活オタク婚活パーティー、いとかにもね、行ってらっしゃるみたいなんですけどね、お姉さんもオタク婚活パーティーとかね、あのー、行ったことはあるんですけどね、なんかまあ、オタク婚活パーティーって多分、数えるほどしかないんですけどね。 まあ、なんかオタク婚活パーティーで、なんかあのー、一回、まあ、オタク婚活パーティー多分2回とか3回ぐらいしか行けなかった、行ってない、今全然行ってないんで、あれなんですけど、なんか、その時ちょっと、あ、ちょっと、えっ、ー、とですね、一回、 ちょっと落ちようと思いますごめんなさい突然で失礼しますごめんなさい